ゴネスは、フランスのイルド・フランス地域圏バルドワーズ圏のコミューン。パリ中心部より、北北東約18キロメートルの位置にある。ゴネスは、ペイド・フランス地方近くの小さなクルー、川谷の両岸に広がる。1780年代のゴネス832年に、ゴネスの名が現れる以前は、ガウニッサの名があり、多くの発掘物の湿度から、 戦死時代より人が定住していたことが分かっている。ゴネスはユーグカペ兵によって王領とされた。1210年、ゴネスに病院が作られ、尊敬を集めた。ルイ9世はゴネス住民を濃度の身分から解放した。11世紀から14世紀のゴネスは、ゴーネスと呼ばれる羊毛の織物で知られていた。クルー川沿いの風車では糸が寄られ、布が織られていた。 織物と皮の売買が盛んに行われていた。13世紀からゴネスの小麦粉やパンが熱心に求められるようになった。15世紀から17世紀、ゴネス産の小麦で作られたパンの品質は例としてゴネスのロールパンと呼ばれ、しっかりした評判を得ていた。14世紀には防衛が強化されていた村を1429年にジャンヌ・ダルクが通過している。 国民的英雄は、ダームジャンヌの泉で水を飲むため、足を止めたと伝えられるが、この泉は消え失せてしまっている。ルイ11世時代の1465年、ウルゴーニュ派の軍隊が、王に従うすべてのものを略奪して荒らした。ユグノー戦争やフロンドの乱において、ゴネスは戦場となった。1783年8月27日、ジャック・シャルルが作った、 世界初のガス気球が 16km の飛行に成功し着陸した。リクスヨネアイーストリックでアンビロンでパリジュドードアエメテピエロッチ。ありがとうございます。